転職をするならキャバ嬢は興味ないですか？ 10 年前は人気ナンバーワン職業だったんです。今公務員7番はどうですか？キャバ嬢どうですか？キャバ嬢はなんか憧れはあります、うん、自分がどこまで行けるのかみたいな、うん、まあトークで喜ばせてお酒を飲んで楽しい場を作ってお金もらうみたいな、うん、とかって思ったんですけど、でもやっぱ AKB の握手会でそれほどやっぱり人気が出なかった私がキャバ嬢は無理だろうなっていう感じがしますキャバ嬢とそのアイドル業って違うんですかね？なんか多分違う、なんかその歌とかダンス踊る踊らないの違いはあると思うんですけど、やっぱりそのコミュニケーション能力というか、また会いたくさせるっていう意味では多分共通してるところもなんか少なからずあるのかなって思った時に、うん、ほいほい、やっぱ握手で結果残せなかったので、あ、うん、で握手じゃなくてむしろ酒の方が得意みたいな方向があるんですか？でもお酒もなんか好き勝手飲むのが好きなんで、気遣いながらとか配分調整したりするの難しいんで、多分キャバ嬢向いてないだろうなって思いますなんかコメントでみーちゃん酒癖悪いから無理だなって書かれてますけど、はい、そうなんですよ。やっぱそんな酒癖悪いですか？で今でこそ全然量減ったんですけど、昔は結構記憶がなくなっちゃってたんで。あ、そんなに飲むんですか？でもすごい飲んでたんですよ。へえ。だから、うん、難しいですね、お酒を扱った仕事は。それお酒が好きだからバンバン飲むんですか？いや、なんか楽しくなると止まらなくなるって感じです。味はあんまり好きとか思ってなかったんですけど。はいはい。あ、まあ、その場が楽しいからバンバン飲んで、気がついたら記憶がなくなって入ってるみたいな。はい、ああ、でも僕もそのタイプですね。柄悪い、はい。あ、じゃあお酒はその割とその昔から好きで、じゃあ今でもプライベートでちょこちょこ飲んでるみたいな。ちょこちょこ、もうだいぶ減りましたけど、本当に。あの、禁酒してたんですよ、AKB 卒業する手前に。1年半。禁酒をして、なんか自分で1年間って長いっすね。そうです、酒癖がやっぱ悪いなって自分でも自覚してて、はいはいはい、でなんか飲むとすごいいっぱい食べちゃったりとかするんですよ、はい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 、記憶ないままとかで、うん、なのでなんか卒業を決めた時に、卒業コンサートまではちゃんとした生活をしようっていうことで本当に禁酒をして1年半お酒を飲まなかったら、だいぶ、あ、飲まなくても全然いいじゃんみたいな感じになって、うーん、それでやめたんですけど、でもやっぱたまには楽しくて飲んじゃうので、だいぶいい感じになりました、仕上がりとしては。その1年半経った後に飲んだお酒って どんな感じなんですか？結構普通なんですか？なんか、うめえとかって思わずに、あ、こんなもんか、みたいな感じでした。まあ、味としては別にお酒ってそんなに美味しいんじゃなかったんで、はい。そんなもんだって感じでした。チャンネル登録よろしくお願いします。